フランジバックとバックフォーカスバックフォーカスとはレンズ最後端から焦点までの距離であるフランジバックと混同しやすい一般的に一眼レフカメラでは円弧状に往復運動するミラーがレンズ直後に存在するのでそこに衝突しないような最低限のバックフォーカスを要求される一眼レフカメラ開発初期には広角系レンズのバックフォーカスを長くする 設計手法が確立されていなかったため、ミラーを上昇位置に固定して利用することも多かった。逆望遠型の設計が一般化することで一眼。レフカメラ用広角レンズも十分なバックフォーカスを確保できるようになり、ミラーを固定せずに使えるようになったのである。ミラーボックスを持たないレンジファインダーカメラなどでは、この制約が小さく、レンズ設計の自由度といった観点からは一眼。 レフカメラよりも有利である。渦の上がレンジファインダーカメラ、下が一眼レフカメラの図で、どちらも広角レンズがついている。破線の矢印がフランジバック、実線の矢印がバックフォーカスで、レンジファインダーカメラは一眼レフカメラのミラーボックスがある部分にレンズの光学系を置くことができるため、フランジバックよりずっとバックフォーカスが短いレンズも設計できることがわかる。 一方一眼レフカメラの広角レンズのバックフォーカスは、ミラーを避けるためほとんどフランジバックと同じ長さである。ニコンプロネア用のレンズであるナインニッコールレンズは、APS のイメージサークルが小さいことを活かし、フランジバックは、通常のニコン F マウントと同一ながら、バックフォーカスを短くすることによって、小型軽量なレンズを実現している。ただし、 バックフォーカスが短いため、他のニコン F マウントのカメラには装着できない。また、キャノン EF-S レンズも、イメージサークルの小さい APS-C サイズのデジタル一眼レフカメラで使うことを前提とし、キャノン EF レンズマウントのままバックフォーカスを短くすることにより、小型軽量なレンズとしている。バックフォーカスは、純粋に光学的意味の用語であり、一方、フランジバックは、 光学とは、無関係なレンズ交換式のカメラシステムにおけるカメラボディの機械的関係を示す用語である。ありがとうございます。